皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はーい、ちゅうことでね、今日はね、何を起こすのかっていうと、はい、ジョニー・ライデン専用ザクですね。と言っても HG じゃなくて、あのキューキットの、ジョニー・ライデン専用ザクね。うん、あのジョニー・ライデンのね、ザクは俺、あのキューキット、うん、全部あります。144160全部あります。で、HG も持ってます。うん、持ってないのは多分 MG と、あとあれか、 RG か。うん、だから基本的に買ってるんですよね、ジョニー・ラーディンっていうね、いたかいないかも分かんない設定だけの人ね。うん、顔がコロコロ変わる人ね。うん、単なるアメリカ人のおっさんだったのがなんかイケメンだったけどね、気づいたら。しかも声優さんがジェルドの声で、うん、本当の設定がふわふわしてるよね。うん、でまあ、これパケ用にね、これ使ってるけど、あのキューキットのね、パケね、あるんだけど、ちょっと出すのめんどくせえから、ちょっとこれ使ってます。はい。はい。制度ですね。はい。これ、系譜的な感じで並べてます。はい。旧ザク、ザク2、まあ、厳密に言うと、あの、なんだろう、旧ザクと、あの、シャーザクの間に、普通のザク2がいてほしいんだけど、うん。あ、持ってくるか。ちょっと待ってね。はい。正確にはね、こうなります。うん。ザク1、量産型ザク、シャーザクからのジョニー・ライデンっていう流れですね。うん。で、あの、シャー専用ザクっていうのもね、まあ、後付けだけど、通常のね、ジーンとかの乗った通常のザク2からジョニー・ライデンに移行する過程のものがシャーザクっていう後付け設定らしいですね。うん。シャーザクの中身はほぼもう、何、通常のジーンとかの乗った緑のザクとは別物らしいんだけど、うん。あの、本当に、ザク2の量産型とジョニー・ライデンの中間に位置づくのがシャーザクっていう、とんでもない後付け設定がね、できましたね。うん。そんなわけねえだろってことだよね。はい。あ、そんなわけでね。まあ、あの、逆襲のシャアまでしか知らないってやついるんだよ、俺の周りに。逆襲のシャアで終わってるよ、みたいな。もうシャアが死んだら俺だよって言って、あ、その後のはもう脱足だよってやつからしたら、まああの、大まかに言うと、ジオンのザクの系譜っていうのは、まあこんな、大まかに言うとね、うん、こんな感じなのかなっていう気しますね。うん。まあザクタンクとかいるけど、他にもあの、水中用のザクとかさ、いますけど、まあ、メジャー機体だとこの辺か。うん。にしてもね、この、高機動型ザクってほんと浮いてるよね。うん。何なんでしょうね、この感じ。だってこれ一円戦争にいたってことでしょ、設定上。一円戦争にさ、これ、当てはまるかな、これ。この複雑なデザイン、これ。あの、後付け設定って結構な、やっぱね、起きちゃうんだけど、その、0083もそうじゃん、デンドロビームとかさ、ね、GP0102 とかさ、あとあの、ステーメンとか、うん。あと、ガーベラテトラとか、あのエイジールもそうだけど、大パーツができちゃうんだよね、その後付け設定で。うん。だって、あの、一円戦争のさ、ガンダムとかザフとかさ、グフとか見てみなさい、デザイン。あんなシンプルな世界観にこんなやついるか、これ見たこのバックパック、これ。こんなん。おかしいよね。こんなのが一円戦争にあの、ね、ブライダーちゃんとかアムロがね、あの、喧嘩してた頃、うん、殴って何が悪いかって言ってた、あの頃にこんなやついねえからって話で。本当になんだろう、この後付け設定っていうのはね、難しくて。もう大パーツだよね、これね。うん。しかも、こいつでしょ？ドムとかよりも性能低いんでしょ？だってドムから、ドムに乗り換えてんだもん、あの、黒い三連星の、あの、この、高機動型感じじゃん。うん。あれ、乗り換えてんだから、ドムに。だから、ドムよりも下なんだよ、こいつ。おかしくね、この見た目でドムより下なんだ、性能。あ、ドムとジムが同等っていう設定があるじゃん。ドムとジムって同じぐらいの性能、実は。じゃ、こいつ、ジムと同じぐらいなの、これ。ジム以下ってことになっちゃうよね。どっかであったら、ジムとドムって同じぐらいって聞いてるけどね、俺。なんか、性能。なんか、まあ、ジムの設定がさ、ふわふわしてんだけどさ。うん。まあ、そんな感じで。ジョニー・ライデンね、これ。もう買えないじゃん、これ、案の定ね。買えなくなってるから、もったいないから、これ、もうバラして、
合わせ目消して全塗装します。この永遠の60点キーパーのキット、あ、ほんと当時のザクのキットって永遠の60点だよね。うん、ドムみたいにさ、なんか限りなく100点出せないよね。ずーっと60点なんだよ、テストの成績が。うん、もう見た目60点、構造も60点、絶対60点だよね。うん、ポケセンのね、なんか見慣れない形になってさ、うん、バーニーの見慣れないね、何このザク、見慣れねえなっていう姿になって、ようやく、まあ、旧来店になってね。うん、だからね、あれだね、よくよく考えると HGUC のザクが出るまで、普通のザク、見慣れたテレビのザクでかっこいいのを手に入れるまでに20年ぐらいかかっちゃったね。うん、まあガレージキットとかね、我慢できない人は買ってたと思うけど、うん、てなわけでね、あ、 HGUC の前あれか、これが出たか、このなんだっけ、もうこれも買えない、ファーストグレードだっけ、うん、ファーストグレードのザクで初めて見慣れたかっこいいザク、うん、が買えたっていう感じかな。うん、ね、ゼロ足正体のザクなんてね、なんかここに変なもんついてたからね、ここになんか、シールドにわけのわかんない突起があって、なんだよこれみたいな。うん。家族さんってたまに変なことするよね。なんか今回のなんかバージョン家族のゼータもなんかわけのわかんないなんか突起が胸に出ててさ、あれがマイナス30点ぐらいかな。うん。まあその逆襲までの静止で言うと、まあ、いや、これ入れていいのかなこれ。まあテレビシリーズで言うと、これいらないよね。うん、テレビシリーズで言うと、こいつらだよね。ただね、あの、逆襲までって言うと、じゃあこいつどうすんのっていう話にもなってくるんだけど、ハイザクどうすんのみたいなね。うん。これはまあ一応連邦制だから、まあ入れなくていいのかな。うん。ってな感じでね、あの、ホビーハイザクとかで、ね、まだ隠れハイザクとかいるけど、一応さ、皆さんが認知してるであろう、だって隠れハイザクなんか知らないやついるでしょ、いっぱい。うん。だから逆襲でみんなやめちゃった人とかは多分、このくらいだよね。知ってるの。うん。にしてもこの、今でも俺浮いてると思うわ。ジョニー・ライデンのザクって。はい。そんな感じでね、今日はね、どうでもいい雑談してみました。うん。はい、最後まで見てくれた人がもしいたらね、まあ、ありがとうございますよな。はい。時間がね、余ったんでね。うん、ちょっとね、雑談します。はい。僕はね、昔からね、まあそうなんですけど、千葉県松戸でね、活躍って言い方変だけど、迷惑だからさ、迷惑行為だから、まあ、千葉県松戸で、まあ、迷惑行為でね、活動している、レディースの暴走族軍団、うん、ティーバッカーズっていう、まあ、暴走族軍団と長年揉めてます。うん、ティーバッカーズっていう、結構千葉県松戸じゃ有名。うん、レディースの暴走族軍団、まあこんな感じ、うん、の、まあ連中にさ、ちょっと、目つけられてたんですよね。あまりにもブン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 うるせえから、うるせえだっつったら、なんだとこのチンカス野郎、おい、やっちまえっつってこんな感じでさ、剥がじめされてさ、おらっつってバキッバキッってやられてさ、ね。その時は、まあ、俺のリスナーさんのカツケンさんっていたんだけど、うん。最初ってこんな感じでさ、こんなティーバッカーの、暴走族軍団に、50人ぐらいにこうやってもうボコされてさ、うん。二人そうってね。ボコされて、もう集団レイプされて、で、最終的には、二人揃ってさ、金網にさ、こういう状態でさ、マングリ返しの状態で、この金網にくくりつけられてさ、おら、行くぞっつって、ブーン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 って言っちゃったけど、こんな感じで、助けてくれっつって俺ですね、二人で。そんなことはまあ長年やってないけど、はい。うん。あ、もう、経った時間。あ、1分が経ったね。はい。これ、あ、8分動画にしたかったんでね。はい。そんな感じで、まあどうでも嘘をつきましたけど、はい。ね、それ以外にもちょっと言いたいことがあったのはね、最近ガシャポン。うん。バルダさんのガシャポン高くね？なんか、500円だっけ今。大したクオリティでもないのに。これ昔これ1個200円だからね、これ。これ200円。これ200円。これ200円だよ。200円。もう買わなくなったよね。何が出るかもわかんないのに500円ってやばくね？ちょっと、ボリすぎでしょ。うん。プレバンで買うとこれ1個なんか2000円とかじゃない今。出来はともかくさ。うん。ね、これ見て、これ。これなんて、これ。シャプレー星人。これ何がやばいってわかる？これ。服の上にさ、透明のビニールの服みたいなの着てたんだよ、これ。着てんだけど、それ再現してんの。わかる？ほら。透明なのよ。透明のさ、何？素材をさ、着せてるのよ。透けてるじゃん、中身が。
わかるこれ。二重になってんの。もうテレビの設定通りだよ。服の前に透明のカッパみたいな着てレインコートみたいな、それを再現してんの。やばくね？これ200円当時。今だったらこれプレバンだろうね。下プレイ星人。あとこの、アバラスとバニラ。これも200円だよ当時。手づかりないよ。汚しも入っててさ、これも。今だったらこれプレバンでこれ、あれじゃないのこれ。プレバンで2000円とかなのかなこれ。対決セット。噛みついてっけど、これね。ほんと高くなったよね。何もかも、バンダイさんのね。もともと安すぎなんかな。200円って安すぎんのか、これか、そもそも。こんな200円で売れるメーカーねえよな、こんなのな。うん。まあ、しょうがないよね、高くなっちゃうのはね。まあでも高いかなって思うわ。なんか。この頃いい時代だったな、これ。ほんといい時代だった。うん。ガンダムシードが始まったぐらいの時期かな。もうちょっと前かな。まあほんといい時代を俺は過ごしたな。いい時代にオタクを楽しんだよ。はい。まあ、僕もね、このオタクの生活もね、あと5、6年で終わっちゃうんだけどね。はい。まあそんな感じでね。プラクシスしてアバイバーイ。